でやってんだったらもうやめろそんなもん。不愉快なだけなんだよ。来てくれたのはありがたい。俺らにタメ口、中岡さんにタメ口使うな。いやなあ、今タメ口とかの話じゃないでしょ。タメ口はタメ口だろ。俺らにはいいよ、来てくれて意見もらう、いいよ。全員だと思ってや悪口を聞くから。俺も我が家3人のことで来てくれてんだから俺はいいよ。それでも中岡さんとかにはおかしいだろ。お前らさぬるいなって。今そのベクトルで話すことじゃないでしょ。どのベクトルだよ。でお前はそのまず言葉遣いちゃんとする。感情的にやらないでください。なるよ、そんな態度取られたら。それを受け止めるって企画でしょ。これ何のためにやってんですか。岩井はどういう気持ちで来てくれたの。いや俺は誰かこういうこと言わないんだって言ってやろうっていう気持ちで来た。分かるよ、言ってることは分かるよ。いやもう本当に本気で、うん、我が家を変えたいですっていう気持ちでやってますってことを全員に提示してからこれ始めるべきだったと思う、俺は分かってもらってると思ってたよ。いやじゃああれも本気だし今のも本気なんだよ。今までやってた今日やってきたことも本気なの。いやだから今喋ってんの本気だよ。だから本気だっていうことをさっきまでは俺伝えるんでなかったんじゃないかなって思う。じゃあ伝え方が間違ったかもしれない、うん、でも気持ちは本気だっていう。ありがとうございました。もう今のは別に杉山に対しての、全員の悪口とかではなく我が家3人として受け止めて変われるように。岩井の言う、うん、中途半端な 100% 本気かって言われたらもしかしたら中途半端に見えちゃってたかもしれないし、本当に変わろうっていうそのね何か意思表示というかね、約束とか本当はあってもよかったかもしれない、うん、それが本気度がないっていうのは見られたかもしれないし、でも俺は少なくても本気で変わろうと思って皆さんの協力を得てやった今日。いやこれ視聴者にこう本気だって思われるんなら、本気だって思ってもらおうとするんならこんぐらい殺伐な空気になった方がいいと思うよ。でもだってこれぐらいのなんかさ、今初めてあ坪倉さん本気なのかもしれないって多分視聴者は思いましたけどね。のらりくらりこう YouTube チャンネル立ち上げて本気っぽくやってるんじゃなくて、あ本気なんだって今初めて思った気がするんですけど。でもその気持ちはあるずっと、うん、でもそれを直接見せるわけじゃなく杉山には伝わればいいなとは思うんです。変な空気これが変な空気とは言わないけどもっと楽しくやりながら伝われば一番いいとは思った。ああそう、うん、なんで誰も言わない。そこまでも思ってなかった。そうでしょ。誰か言わないかなっていうふうにずっと見てた。誰か言わないかなと思ってたよな。中岡さんって本気で言ってないでしょ。ってなんでいや言ってない。だから本当に殴りかくるぐらいさ、胸ぐらつかるぐらい杉山さん言わないってことはもう本当になんかそういうふうには思ってないってことでしょ。もうだから無理だ。こいつのためにやってやろうっていう気持ちがないってことでしょ。そこまでこの2人のためにやってあげようって気持ちがないってことでしょ。この2人のために杉山を何とかしようって、そうねえ、何にもなんか我が家のこと考えてないでしょ別に。いや考えてたらこれぐらい言うもんね。誰も何も言えないじゃん。いや全然ぬるくやってくんだったら全然いいですよ、もうご自由にどうぞ。それはまあ岩井の意見ね、うん、でもなんとなくやけどこのまあ我が家が良くなればと思ってやってるわけよ。そのぬるい少しばかりの気持ちが繰り返してるんだ。いやいや、それだからお前の意見ね。何回のチャンスがあったんですか。いやいや、だから我々が考えてこういうことしたらいいんじゃないかってこうやったってことよ。それは別に俺らが塗るからがやろうがやったってことよ。それは。いや正直来させられてる人間も多分いると思う。それはお前怒りも任せてちょっと見てたからそう見えるかもしれんけど、いやいやいや、そんなことないっしょ。言えへんようなことも。いやこれマジで変えてやろうと思って出てなかったでしょ別に。いや俺は考えたよ。お前と一緒にせんといてくれって。俺はやっぱ考えたよ。それはこう潰れちゃうかもしれんなとか、ああでもそうなるかもしれんけど本気で助けてやろうっていう気持ちでやってなかったでしょ別に。いや助けてやろうっていう気持ちで出たよ。 100% じゃないし全然。いやじゃあここで俺が悪口を言ってやで、うん、で杉山の生活がもうこれからもうできひんようになるわ。さすがに背負えへんよ。さすがに背負えへんけど、でもそれぐらいのこと覚悟でいかなあかんなというのは来てるよ。だから断る、まあマネージャーには一回断るし、うん、でも飛鳥さんの話聞いてください。あ、飛鳥さんこんな考えてくれてるんや、うん、じゃあ杉山はこの仕事をどう受け止めるか分からんけども、分からんけど行こう頑張ろうやん、そういう気持ちでは来てるよ。おいこれだるいな、 やんの嫌やな終わっちゃうよ、そんな気持ちじゃない。全員そういう気持ちだったかっていう話で、そんな気持ちじゃない。だってこいつらだって別にプラスないんだよ。プラスないんだよ俺たちだってないやろ、うん、でも来てんねんで。あどうしよう杉山さんこれ言ったらこうなるかもしれん、ああかもしれん、それあるよやっぱ。いやどうだろうな、別になんか同じような感じじゃなかった。なんかテレビみたいな感じでさ、なんか、うん、結局なんか回収して面白くみたいにやってるけど、これ YouTube だから、うん、YouTube でそれやる必要あんのって思うよ。もうやっちゃうのよこう俺らお笑いやってるからこの手法でやっちゃうのよやっぱ。うん本気やね。でも本気は本気やね。でもこの手法で笑い取りながら面白いと思ってもらいながらやっぱ杉山が治っていけばな、やっぱ一番はそれやから 俺の中ではな。どうやろう見てて不快に思わずにちょっとでも面白いと思ってもらいながら、おい杉山しっかりしろよ、杉山がしっかりしたらなが俺の中ではベストね。だからもう本気よ本気よ。それは呼ばれたから来たんでしょ、いやいやと言いながら来たんでしょ、それはやっぱ違うよやっぱりは。なんかその全部が全部俺らぬるいぞって言われたらそれはちょっとちゃうってことや。まあ別にあれですけどね、これを一番最初放送してもいいわけですから、まあまあこれが最初でもいいよ、うん、なんとなくそれがあったらこの後のやつも見てもらってもあれかなとは思うけど、うん、でもなんちゅうんやろうな、どうもぬるいと言われて本当に反省してんのかと。まあでも俺は俺なりに、まあ今回のこの件でみんなにこういろいろ自分が記憶がないことを言われたり過去にあったっていうのを聞いて、あもうこれは本当にまあじゃあ今までの前の手法の時が多分響いてなかったんだと思うわ。前の8年前の時にもう言われた同じこと言ったけど響いてなかったんだと思う。でも今回の件でこれだけの人に動いてもらって、これだけのまあ相方も含めスタッフさんも含めこれってまあ何にもないとこから始まってる話だから、もう多分これで変わらなかったらもう本当のクソだなと思って、まあいろいろ言ってくれて、まあだから今岩井が言うがなんかこう人生かけてやってないでしょっていう感じだよね。いやそう思いました、ねうん、休憩中もブカブカここでタバコ吸ってるし見てたら、うん、いや人をねこうやって集めてこうやって来ていただいてカメラ用意してもらって休憩中やる商業じゃないなと俺は思って見てた。なんだろう、こう嫌だよ、本当は言われたくなかったけど、こんないろいろこういうこと聞きたくなかったし、できたら逃げたいのが、まあ、人はそうだと思うけど、はい、でも嫌なことを、まあ、俺はしてるわけだし、それを聞いた時に、あ、これはもうじゃあ二度とやっちゃダメなんだなと、こう切実に思ったっていうか、ラストチャンスなのかなっていうので感じたし。プラス、まあ、我が家として今後もし何かしら残って活動していくなら、もうリアルに最後のチャンスじゃないけど、また俺が同じこと繰り返して、またじゃあ何年後に同じことやってましたとかいうのはもうないと思うから、それは思ったから、ここでなんかどうするとか、まあ俺がまず変わらなきゃいけないんだけど。ちゃんと本当に変わんなきゃいけないんだなっていうのは思ったよ。だったらもうまあ解散した方がいいっていうか、別に解散かけるぐらいやった方が良かったんだと思うんだよね。そう思わない？まあそれはもう今言ってもって感じ。今言ってもとかじゃないじゃん。もう言わざるを得ない状況じゃん。